はい、こんにちは。自称プールフィッシングアンバサダーのデラでございます。自称です。皆さん、早速ですが、缶釣りの荷物って多くないですか？タックルボックスにロッドを数本、ロッドスタンドやリリーサー、ランディングネットに小物類、ルアーはグラムごとにカラーを揃えて、スプーンにプラグあれやこれや、めちゃめちゃ重装備ですよね。私もつい最近までは常にフル装備で臨んでました。しかし、準備や片付けに時間かかるし、移動も大変ですよね。ってことで、私デラは初心に帰り、今シーズンは缶釣りミニマリストになろうと思っています。でも快適性は損ないたくないし、ある程度の状況には対応できるような装備にしたいです。最終的にはバックパック一つに集約できればと思ってます。そこで今回は缶釣りミニマリスト計画第1弾として、パックロットをご紹介します。カンツリミニマリストに俺はなる。はい、暗雲立ち込める。はい、皆さんこんにちは。カンツリマニアのデラでございます。このチャンネルでは、私自身のブログ、カンツリマニアで書ききれなかったこと、裏話などをご紹介できればと思っております。少しでもお役に立ったという方、また見てやってもいいよという優しい方、ぜひチャンネル登録、高評価、グッドボタンお願いしますね。それでは行きましょう。今回ご紹介するのはモバイルロットです。モバイルロットとは、その名の通り、持ち運びに便利なようにコンパクトに収納できるロットのことです。通常缶釣りで使うトラウトロットは、日本に分かれる2ピースのものが多いですが、モバイルロットは4ピースや5ピースに分かれます。その他にも振り出し式のロットもモバイルロットに分類されますね。以前ご紹介した釣り具のダイソーの釣り竿セットも、この振り出し式のモバイルロットになります。じゃあ、以前にもご紹介しているので、気になる方は概要欄からご覧になってください。こういったモバイルロットは、持ち運びの手軽さに特化しているため、一般的な2ピースロットなどに比べると、感度が悪い、しなりが不自然、重い、などと言われることが多いですね。が、しかしですよ、何かと荷物の多い缶釣りにモバイルロットを採用すれば、もっともっと気軽に、手軽に、そして身軽に缶釣りが楽しめるのではないかと思っています。はい、そんなわけで今回ご紹介するのは、みんな大好きメジャークラフトのトラパラネイティブモデル、振り出しの 505UL というものになります。メジャークラフトはロットを中心に展開する釣り具メーカーで、コスパがなかなかよろしいグッドメーカーですよね。私はメジャークラフトのロットは何本か使ってきました。こちらも動画でご紹介してます。概要欄に貼っておきますので、よろしければご覧になってください。なかなかナイスなロットでしたよ。メジャークラフトのロットはコスパが良く、耐久性も申し分ないロットです。ただね、もちろんハイエンドロットと比べると正直突っ込みどころあるんですが、まあコスパ最強なので、まあ野暮なことは言うのはやめときましょう。はい、前置きは長くなりましたが、今回ご紹介のロットはトラパラ振り出しモデル TXST405UL というものになります。メジャークラフトはトラッパラの他にも多くの振り出しモデルがあります。アジング用の振り出しと悩みましたが、姉妹寸法と見た目からトラッパラを今回はチョイスしました。はい、じゃあスペック確認していきましょうか。まずこちらはトラッパラの中のネイティブモデルですね。型番は TXST505UL、 価格は税込みで、希望小売価格で9460円となっています。ただまあ実売では8000前後っていったところですね。全長は5フィート、約150センチちょっとですね。そして次数は5本、ルアーは1から8グラム推奨。そしてラインはナイロンであれば2から6ポンド、フィーであれば 0.35 から 0.85 が推奨となってますね。そしてアクションはファーストテーパーとなっております。説明文では、気持ちの良いキャストフィールと魚の引きに追従するしなやかなブランクスは、テレスコロットでありながらもしっかりと身のアクションさせることができるモデルです。付属のセミアウトケースに入れて車に常備したり、バックパックやキャリーバッグに忍ばせたりと、旅のお供に最適です。姉妹寸法は38センチ、ケース外数は42センチとなっております。今ご紹介したのがメーカーのホームページのスペックですが、私が最も気にしたのはロッドの重量なんです。どこを探してもね、ロッド重量の記載がないんですよね。実物を確認したくて、大手釣り具量販店5店舗もあったんですが、どこも在庫なし、実際に手に取って確認することはできませんでした。ではフィッシング、特に缶釣りでは1日何百回とキャストします。少しでも軽い方がいいのは間違いありませんからね。缶釣りで軽さは正義です。そしてこちらモバイルロッドだけあって、セミハードケースが付属します。ケース外数は42センチ。
こんな感じのロットケースになってますね。TP トラパラネイティブトラウトステージモバイルメジャークラフト、こんな感じのロゴが入ってます。黒いね、黒がベースにオレンジの差し色で縁取りされてますね。そしてこちらの内側っていうんですかね、こちらのジップの周りは青色となってます。そしてね、この上側にはね、引っ掛けるところがついているので、まあ、バックとかにも引っ掛けやすいんじゃないでしょうか。またね、こちら端っこにもちょっとしたものついてますよ。ここにカラビナとか通すことができそうですね。そしてこのケースのね、素晴らしいところは程よく硬いんですよ。ちょっと開けてみましょうか。ちなみに中身はね、こんな感じで入ってます。このね、袋っていうんですかね、ここにしっかり収納できるようになってますね。で、こちらのケースもう開けたままだと少しね硬いので、こう開いた状態になります。閉めるときはちょっとこうね、手で押さえて上げて閉めるような感じですね。なんで程よく硬いんですよ。この硬さがしっかりとロットを守ってくれそうです。そしてすごいのはこちら、姉妹寸法の短さ。これね、このままちょっとわからないかもしれないんですけど、姉妹寸法たったの38センチです。40センチないですからね。手に持ってももうこんな感じです。本当にもう40センチないですからね。めちゃめちゃ短いです。モバイルロットは持ち運びしやすくてなんぼなので、これは本当に素晴らしいです。数ある振り出しモデルの中でも、これは最短クラスではないですかね。では先に気になる重量を測ってみましょうか。キャップ込みで実測68ですね。キャップ外してみましょう。キャップ外すと 65g。まあ私の買ってね、買う前は 50g 台を期待したんですが、まあ、65g ならまあ十分合格点じゃないでしょうか。私ナイキレビアスエアリティと組み合わせると220g を切ります。これは十分軽いですね。この重量なら1日キャストしても問題なそうです。続いてリールシート見ていきましょうか。結構ね、かっこいいんですよ。ここの部分が、ピアードブラック。で、メーカーローがですね、しっかりメジャークラフトって入ってます。なんならちょっと高級感さえありますからね。ここがね、なんていうんですかね、ブラウンゴールドっていうんですかね。非常にね、高級感あります。ちなみに参考までに、トラッパラのエリアモデル、これ以前紹介したモデルなんですが、こちらとちょっと比べてみましょうか。これがね、トラッパラのエリアモデルですね。まあ、同じピアノブラックなんですけど、なんですかね、この辺がちょっと安っぽいですかね。比べるとこんな感じになります。こちらが振り出しモデル、振り出しのネイティブモデル。で、こちらがトラッパラの、エリアモデルですね。で、リールの固定方法は、このですね、上部のコルクの部分を回して止めるようなタイプになってますね。こんな感じで止めます。実際止めてみましょうかね。で、部分回して、ここにはめて上から回すと。操作性もしやすいです。硬くもなく、緩くもなく、非常に止めやすい。コルク、こんな感じですね。まあ、まあまあまあ、って感じでしょうか。で、こちら下のエンドの方には EV 素材ですかね。ちょっと固めのスポンジになってます。そして、こちら後ろ側。で、こちらの後ろ側ですね。ここにはマイナスドライバーもしくはコインなどで開くキャップになってます。ここからね、開けることができます。で、水抜きとかね、ここからできそうですね。はい、次、ガイド見ていきましょうか。ガイドが合計で6つあります。で、そのうちの4つが流動式になってます。まあ、こう、浮くタイプですね。こういう風に浮くタイプのものはガイドは4つになってます。まあ、ガイドに関しても若干ね、チープ感は否めませんが、まあ、8000ですからね、この価格ではまあ十分合格点なんではないでしょうか。そして、振り出しモデルなので、ディップカバー、先をつけてもですね、これも付属します。このディップカバーもしっかり中がね、見えますか？この中にスポンジが入ってるんですよ。スポンジがしっかり仕込まれているんで、これでディップをさらに保護しているような感じですね。そして気になるロットの調子です。メーカースペックではファーストテーパーになってますが、まあ、しっかりね、ファーストテーパーですかね。ロット全体はね、すごく、バットはこの矢もほんと硬いですね。まあベリーもしっかり硬くて、まあ先端に行くほどしなやかさに急に増すって感じですかね。このティップはね、すごくしなやかっていうようなイメージですね。これでバットパワーも十分そうですね。そしてしなやかなティップも相まって、ヒット後の追従性も非常に良そうに感じます。ただね、このパワーを使ってどちらかというと積極的にかけていくような釣りに向いてますかね。個人的なファーストインプレッションはかなりの高得点です。まあ実際の使用感が気になりますね。
ってことでね、早速使ってみました。場所は白子元水上公園の流水プール。こちら朝一からの2時間チャレンジです。この日は前日に久しぶりの雨が降って、朝一は霧のかかるコンディションでした。濃霧注意報も出てましたからね。で、先に結論から言います。結論から言うと非常にグッドです。まずは、とにかく調光の準備が楽。そして荷物は軽い。これね、分かったことですけど、こんなに楽かと思いました。そしてこれだけ準備と片付けもそうなんですけど、楽だと なんだろう、こんなに手軽に気軽にできるんだなっていうのが本当感じましたね。この画像にあるこのセットにドアケースと小物類だけですからね。今まではね、大きなタックルボックスをカートに乗せロット数本っていうスタイルだったんですが、準備も片付けも移動も大変でしたね。私の場合このマグナカートっていうキャリーカートに乗せてるんですけど、ここは移動は軽いんですけど段差がね気になるんですよ。ちょっとそこはね目の下ね。そして実際に実調してきました。使うルアーはね、バベルエースです。これね、先日の白子元水上公園の調光でも実績のあったバベルを使ってみました。合わせリールはバリスティック旋盤に B の 0.065。 まず飛距離なんですが、5フィートというショートロットなのでどうかなと思ったんですが、飛距離は問題なしです。まあ流水プールで、ね、幅が狭かったっていうのもあるんですけども、十分に対岸近くまで届きました。そしてラインの変化のあたりもしっかり合わせられ、そしてかけられます。バットからビリにかけて十分硬いので、釣り手のアクションに合わせてついてくるような印象ですね。またティップも非常に柔軟なので、かけてからのバラシが少ないようにも感じました。ただ縦釣り用のロットと比べると、まあ、ロットのダイレクト感は弱いですね。やっぱりそこまでシャキッとしてる感じではないです。もともと用途が違うので、縦釣りロットと比較すること自体がまあナンセンスなんですけどね。そしてこのロットはトラパラのネイティブモデルなので、ミノーも使ってみました。こちらね、ショートレングスの前もあって、キャストフィールもよく狙ったところにキャストできましたね。ミノーも非常にね、キビキビ動かすことができました。そしてこの日はマスクの活性も良くて、2時間程度でキャッチ40本、バラシ6本と、私にとっては上出来すぎの超過でした。5フィートのショートレグスなので、その分ね、手返しよくポンポンポンと釣り続けられましたよ。まあ正直、大規模な釣り場さんではもうちょっと長さが欲しいかなっていうところですが、フルフィッシングや小規模な缶釣り、またはリバースポット、ハヤトなどのストリームタイプの缶釣りはかなり使えると感じましたね。これは数回の実調にはなってしまうんですが、私なりの考えをまとめてみます。まず、モバイルロットをおすすめする方ですね。まず一つ目が、荷物を極力減らしたいという方。まず、ロットの本数を減らせること。もしタックルボックスがなかったりとか、ロットスタンドがなかったりとか、完全にアドバンテージだなと感じました。私は本当に軽くしたい派だったので、これはね、非常に良かったです。そして二つ目、気軽に缶釣りを楽しみたい方。もう本当、これだけ積むんで、気軽にすぐ行けます。本当に車から降りてそのまま行けるような感じですね。準備とかも特にいらないので、家出る前にバックパックの中に仕込んでおけば、そのまま車から降りてまっすぐ行けます。これはね、良かったですね。そして、ルアーチェンジが苦にならない方。これあくまでもこのモバイルロット1本という場合なんですが、まあもちろん1本しかないので、ルアーチェンジするときには、1回1回変えなくてはなりません。まあ、そこは苦にならない方はね、非常におすすめだと思います。そして、ロットパフォーマンスより身軽さを優先したいという方。やっぱりね、この振り出しロットは、次数が多い分、なんて言うんですかね。まあ、ダイレクト感は、ツーピースやワンピースロットと比べてやっぱり劣ります。これはまあ仕方ないかなと思います。ただ、私ぐらいのレベルだと、もう全然ね、そこも気にならないぐらいまでの完成度だと思っています。ただ、とことん突き詰める方。本当にもう感度であったりとか、そういったものすべて優先させたい方。ロットのパフォーマンスを優先させたい方は、今はちょっとおすすめはできないかなってことですね。はい、続いて、モバイルロットをおすすめしない方。一つ目が、釣り方に合わせたロットチョイスをする方。スプーン用、クランク用、ミノー用など、その釣り方によってロットをチョイスする方、選択する方には、まあ、パックロット1本ではちょっと厳しいかなというふうに感じます。そして二つ目、ルアーに合わせて複数のラインを使う方。スプーンではないのを使って、ボトムの釣りでは P を使うことは、そして、ステルフロロー。などなど使い分けたい方には、まあ、ロット1本ではね、その都度リールを変えなきゃならないので、そこはちょっと厳しいかなと思ってます。そして3つ目、感度、使用感を突き詰めたロットを使いたい方。まあ、こちらさっきのおすすめするとこでも言いましたけど、やっぱり2ピースロットは1ピースロットに比べると、感度であったりとか、曲がり方であったりとかは、まあ、若干劣るとは思います。1ピース、2ピースロットは100だとしたら、
70ぐらいですかね、7割ぐらいの感染とぐらいに思ってた方がいいかもしれません。まああくまで個人の感想です。そして最後、状況に合わせて万全の装備で臨みたい方、その時の状況に合わせて適宜ラインになったりとか、ロットを変えたい方には向いてないですね。なんせこれ1本しかないですからね。これとなかなか複数ロットには勝てない、そういったところですね。まあプラスして準備の時間とかタックの重量が気にならない方であれば、間違いなくモバイルロットは不要だと思います。しかし気軽に手軽に身軽に短時間での調校される方には全力でお勧めします。私個人的にはこの準備とかに時間かかっちゃうと、もう結構行くのがね億劫になってしまうので、個人的には今後振り出しロットの調校が増えそうな予感がしております。これね、本当にね、おすすめですよ。この方ね、もっと使っていって、いろいろ追加のレビューなどできればと思っております。私も買う前にこちらのトンレビュー、ネットだったりとか、YouTube でも結構検索したんですが、あんまり多くないので、気になってる方で、こういうとこ気になる、ここ教えてっていう方いたら、ぜひコメントください。わかる範囲でお答えしますので、お気軽にコメントいただければ幸いです。よろしくお願いします。で今回は缶釣りミニマリストになる第1弾ということでお届けしました。第2弾、第3弾も予定しております。ぜひ次回もご期待ください。最後までご覧いただきありがとうございます。また私のブログ、缶釣りマニア、まだ読まれたことがないという方は、ぜひコメントにお読みいただけると嬉しく思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。